グロア島は、フランス北西部モルビアン県の島。中儀高長さ8キロ、幅3キロ、面積は15平方キロメートル。ドリアン沿岸から数キロの沖合に浮かぶ。ドリアングロア間には日に、数便のフェリーが往復する。行政上は、モルビアン県のコミューンである。島には小さな町がある。島北岸には、切り立った高い崖がそびえ、南岸の穏やかい入り江には、 砂浜が広がる。グロアは、多種多様な海鳥類の宝庫である。グロアは、地質学上、本土と異なる。東岸と南岸は1982年により、天然鉱物資源発掘が行われている。島から60種類以上の鉱物が発見され、特に青い愛染、石、緑、すだれ石、ザクロ石が知られる。島全体は主に結晶変岩からなっている。 西岸海洋性気候で年間平均気温は約摂氏12度、最も寒い12月と1月で平均気温が摂氏7度から摂氏8度である。最も暑い7月から8月の平均気温は摂氏17度から摂氏18度である。グロワ島内には蛇もキツネもいないが、引きガエルを稀に見ることができる。このルドゴデグロという別称を持つ引きガエルはグロックスの語源 になったと言われているウサギがとても多く生息しているが家庭で飼われる猫が急速に増えたため過去10年間でその頭数は激減した記事は島の至るところで年間通して見ることができるグロア島は2つの地区に分けられてきたブルトン語コルヌアイ方言を話す西部のプイシとブルトン語バンヌ方言を話す東のプリムテウルである しかし島が二つの教区に分かれていたのではなく、単一の行政体とも見られていなかった。孤立する島民の信仰をまとめていたのは、カンペルレにあるベネディクト会派のサントクロワ修道院の聖職者たちであった。バイキングたちは島を侵略後、様々な痕跡を残した。長さ14メートルの棒音が収められた埋葬塚も、その一つである。墓には、 人骨や犬の骨のほか、剣、盾、盾、斧、槍、や、ナイフなど多くの武器が収められていた。グロア島は、エンヌボンを拠点とする、ケメネイコールエボケを領主としていた。その後、末裔であるロアン家が、フランス革命まで島を収めた。島で話されていた。ブルトン語、クロア方言は、1914年以前は5500人、あまりの島民が話していたが、 20世紀中に消滅した、ラプレゼンスでクラポーズシュール、ジャージーエアエル、オリジンジュノムでクラポーズクレガンジーズドーアッセ、ハブティンツ、ありがとうございます。